田中和義は、日本の指揮者。東京都出身。高校時代、岩城博之の門を叩き、1972年、東邦学園大学音楽学部入学。指揮を、斉藤秀夫、小沢誠治、秋山和義、小高忠明に指示。コントラバスを、江口朝彦、堤俊作に指示する。在学中より、同大オーケストラ定期演奏会、オペラ公演等を指揮し、 森正し、ブローダス・アール、河野春たち、フランコ・フェラーララの指導を受ける。学外では、日本オペラ協会、長戸美保歌劇団、東京アカデミー合唱団指揮者として、数多くのオペラ、合唱曲、特に宗教音楽分野での実績を積む。1976年、大学在学中に、第4回民音指揮者コンクール入選、奨励賞受賞。卒業後、 東京シティフィルハーモニック還元楽団、群馬公共楽団指揮者を歴任。これまでに、東京公共楽団、新日本フィルハーモニー公共楽団、東京フィルハーモニー公共楽団、大阪フィルハーモニー公共楽団、神奈川フィルハーモニー還元楽団、札幌公共楽団、九州公共楽団、ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉、オーケストラ・アンサンブル金沢等、 日本の主要オーケストラを指揮する。1992年、ヤナー・チェクハルの音楽祭にて、ヨーロッパデビュー。1995年には、カルロビ・バリ公共楽団を指揮。2000年、ドイツ・ロット・バイル・夏の音楽祭。2001年、ベルリン日本週間での公演。2003年、ウィーン・ムジーク・フェラインザールでの日を合同第9、演奏会等。その活動は多岐に及んでいる。 1988年より昭和音楽大学講師、ありがとうございます。